次彦サイモンさんお願いいいしまますすすはい、ありがとうございますあ <laughs> 大丈夫ですか <laughs>、はいあのまあ、ネットハンドル名ヒコサイモンってあの YouTube とか Twitter をあのやらせていただいてあの日本20年いてあの、まあ、日本の経歴としては最初あの IT コンサル SISAP とか日本の会社導入してそれで完全に切り替わってあの国際法律事務所で弁護士やってで今 IT 会社の中ホームやっています。 そうですね今日はちょっとそういう集めた経験というか少しあの考え方共有したいと思いますのでよろししくお願いしますありがとうございますねすごい国際弁護士の人なんて初めて話しましたよすごいですねであの YouTube 彼やっててサブスクライバー3万3000人ってすごくないですかちなみに私も YouTube やってるんですけどサブスクライバー3000人くらいだったかなすごい。 まあ20分ぐらいわたって少しこれんさいすごく適当な自分の経験を得たのような考え方とかってもうできるだけこれちょっと共有して後でそういう話ができる材料にでき,るできればなと考えていてあ,のある意味で逆な立場としてですね外国人として日本に来て自分がどうすればいいかと考えてある意味でそのじゃあ逆にするとでもまあ確かに近年としてまあ日本実は母国よりも日本が長くて。 日本に来る外国人そしてその外国人に対応しなくちゃいけない特に IT 会社の中でそういう日本人に対しての、まあ、アドバイスする立場になってきたのであのそのところでよく自分がアドバイスするところを少し考え方共有したいと考えています。あの最初はですねあの この投資する考え方をちょっと共有したいこれ最近よくあの使っていてなかなかやっぱり IT も特にみんな常に忙しいんですよねでなんか目の前にあるそのメール読まなくちゃいけないとかこの会議でなくちゃいけないとかってでなんか英語を勉強したいとかなんか人の話とか作りたいけどそんな時間がないからとりあえずやることをやっておいてでなんかもっといろいろしたいけどあの時間が取られてめんどくさいなりと考えたりするけどあのその投資する考え方ですねなんか普通 目の前のものを潰すことって、本当そういうなんか入れる努力は同じものが出てくるんだけど、まあ、例えば、E メール、英語得意じゃないから、辞書を引きながら、10分かかるで、もしかしたらじゃあそれ英語上達するように英語レッスンに行ったら、まあ、それは半年というか、少し時間あのかかるかもしれないけど、結果的にはメールが早く読めるようになったら、その投資としては結果としては効率になるんですね、最終的に。でも最初、少し我慢、努力がかかるんですね。 でこれはあのもちろん英語あの語学勉強とか1つの事例だけど人を聞くことはですねなかなかみんな忙しいとそ人の話をなんかわざわざ取って聞くとかってそういうなんか意味が不明で自分がやることいっぱいあることからみんな忘れちゃうんですよねでも本当これ投資同じような時間の投資なんですねこの1時間2時間かけて人の,なんかあの状況をちょっと理解しようとすることが後で効率になるんですねあのスムーズになることだからあのまあうまくいくように あの英語でインベストタイム、時間を投資することを、将来に役立つ、将来で利益を得ること、今ちょっと我慢して、あと利益を得られるようなこと、今、何の時間の投資をしたら、後で倍増して戻ってくることが、何ができるかと、これ、特に国際交流にはあの欠かせないと考えている一つのことですね。相手を理解すること、その配慮のこと。次は、特に自分にとってすごく大事,ああ大事なことだけど、 あの空気を読むことを期待するはべからずですね、さっきはべしで、今度べからずあの。特に日本文化って、あのまあ、歴史的にですねそういう国際交流少ない国としては、理解し合う文化がもうすごく重要で、もみんなあの重要にしていることなんだけど、ただし、それがない状況には、まあ、日本人の中でもこういう課題があるんだけど、特に外国人とか、そういう文化の前提が違うと、あの 言ってないことを理解する <laughs> とか、なんかその期待とか理解することが当然だと、これはあの当然だと思うんじゃなくて、もう思うこともしないと思うんですね。もうみんな自然で、もう小学生から幼稚園生からこういうなんか日本の空気のことを分かってあ、ある意味で空気を読まないことが、もう最初から意識を持って知らないといけないんですね。全部言わないといけない。もうあの言わないと後でもうその指示は 指示するときとか情報共有するときには言わないことはあのまあ無意識で言わないと思うんですね、こういう空気読み合う文化があると。ある意味で空気読み合う文化じゃないこと、これは多分あらゆるところ、これがあるのでまあ自分その空気を読むこと、空気読まなかった相手には、いらつくと、それを本当、自分が説明しなかったことを理解しないといけないんですね。国際交流のあらゆる国ですね、中国対フランスとかアフリカ対スペインでも。 おとがいその空気の考え方があるのでそういうことはないってあの覚えておくこと、一つ大事なことだと思いますね。あのちょっとこれもう一つ、これなんかあの日本に来て自分が苦しんだところとも共有できるけど、まあ、別紙としてはあの部活ってあの日本にものすごい文化影響していると考えていますね、そういう,う職人弟子の関係みたいなそういう上下関係の話ですね。でこれは まあ赤ちゃんとしては自然と知らないと思うんだけど、でも基本的に日本人って本当に幼稚園からもう大学へて、会社そのまま持っていくような先輩、後輩、指導を受けるときとか、その世話の仕方とかって、もう厳しいけど自分の世話のためにやってるとかって、これ理解がもう数十人経て。 日本の中でもこういう世代があるんですね。よくゆとりの話が最近出て、ちょっとその部活が甘えた時期があってで、そういう人出てくると、常識上司の,あの考えていることをちゃんと読まないこととか、文句言う人とか、よくブログとか投稿とかって見ますけど、まあ、基本的に日本人じゃない人は、あれる人はあのそういうゆとりみたいですよあのと考えたらあの。日本の中でそういうい あのでこれ、いろんな意味があるんですよ、あのまあ、そうう空気読むことも盛り込んでるんだけど、あとそういう叱り方とか、あとそういうタスクの与え方、もちろん日本人がそういう部活の中で、あのまあ、自分、日本に来て、ニュージーランド人で恥ずかしいことに、あのニュージーランドでラグビー,ことラグビーやったことなくて、日本に来て初めてラグビーやったんですよ。 でもう日本のクラブとかそういうところに入って、まあ、日本のラグビーの協会というかもうバリバリ部活っぽい,だからそういう社会人になっても、まあ、まだその延長でして、ね、会社に入ってもブレイザー来てまだ会社の中でもラグビーっぽくそういう会議とかしたりしてそういういいろいろな勉強になったんだけど聞いてると。 いや昔ね、その先輩の,あのジャージーをなんかそう後輩が洗っ,て洗ったりくだらないこととかってなんかあの知らない人は見るんだけどそれが自分の,なんかそういうあの敬意をなんかあの覚えることとかそういう健常とかそういう鍛えられることとかって色々そういろいろ意味が込まれて入ってるんだけどでこれ素晴らしい文化でもあると、まあ、あるところもあるんだけどただしこれ自然な文化ではないこれ日本特有な文化だとでこれ知らない人にこのような考え方を何も説明せず適用すること。 と特になんかだって人生22歳23歳初めて会社日本に来て会社入ってそれ20年間にそれ鍛えられてる日本人がそういう人相手にはそういう同じ期待同じ出発地ではないのであのそういう意味であの例えばじゃあ,そのあの部下をあの後輩を叱ったりすることとか。あの まあ大体日本の後輩ってその先輩がもう自分気にして自分のためにこれこれ叱ってるんですねとかって分かってまあそれが幼稚園からこういう文化があるから分かってるんだけど正直ま、あまあこういう文化もある国もあるかもしれませんけどまあ中国とかインドとか欧米はこういうことをされることは最初理解できないんですよ。そういう意味であの相手もねこの反応って普通の後輩みたいな反応しないんですよ。 鍛えられてないわ,わけが分かってないのでだにこれがまたです、ね、日本人が覚える文化でみんなが覚えてあの無意識でやってるんだけどただし日本人じゃない人はこれ分かってないんですよ。まあ別紙としては僕はこの部活すごい大事な文化だと思うんだけどただし当然であのこういう知らない人にはあのこの会社相当影響してると思うんであの配慮すべき。 まあこれがよく自分のこと文化的なこと言われるとであのまあ日本に来てですねそういう欧米の,あの IT の存在の中でも大きいんですねアメリカの会社ヨーロッパの会社とかって自分の英語を覚えなくちゃとかあのなんとなくそういう英語を勉強することとこれあのまあ自分とかロシェルさんみたいな人にそのじゃあアメリカの文化を教えてくださいって言うんだけど僕はあの偉そうな白人としては決してなりたくないしでよく考えると まあ今まで確かに調子よく欧米がいろいろやってきたんだけどただしこれからは明らかに中国、ベトナム、インドでそう例えば欧米の文化とか覚えて言語覚えてそういう文化を思ったとしても全然中国、インドとかってわけが違うからだからまあもちろん英語努力するある文化勉強することは大事だと思うんだけどただしそれであの中国に当たった時全然もう最近開発というか例えばあの自分前職では。 あの大連の開発者よく使うこと、日本語上手な人が多い。ただし、日本語ができるから、日本文化知ってるわけではない。まだ中国人、まだ中国文化だけど、日本語できる。日本できるから一つ楽だけど、仕事としては遅れるんだけど、ただし、中国人と中国文化、仕事の理解、タスクの理解、全然違います。また、インドとかってね、いろんな IT のところでアウトソーシングとしてインドを使うこと多くて。最近、僕はベトナムといやあの中国と。 あのインドの接触をしたことあるんだけど最近ベートナムも,ものすごくなんか盛り上がってるんです開発もインドネシアも盛り上がってでこれは僕も何も接触したことないからあのただし文化が全然違うことが分かっているのであのどっちかで未来目線では欧米ではないと完全にもあの思ってますねであのそういう意味でそういう目線もまあ一つ出発点としてはあの英語とかアメリカ欧米がいいかと思うんだけど でもあの中国文化は多分一番大事かと思うし正直そういうことでも、まあ、アメリカは分かっているから海外とかあの異文化交流とか分かっているわけではないもう本当あの,他の文化も大事だとあの思いますまた、別紙ですねこれ、まあ、当然のことで今まで言ったことと同じだと思うんだけど積極的にコミュニケーションをすることあの これはあのなぜこれ入れるのかある、ある意味では当たり前だけど、でもちょっとこれまた日本の空気読む文化とか、あ,のあと日本人のちょっと控えめとか、ちょっと威張らない文化にもあの、そのコミュニケーションを積極取らない傾向があるんですね。で、ちょっとこれからよく自分の経験では、そういう異文化交流、会社の中でトラブルになったことななった時には、よくこういうあのコミュニケーション不足の原因がよく聞かれますね。 あのこれはなんかあのうまくいってるから何も言う必要ないと思ったところ,ところでもしくはだめになってるからあのコミュニケーションやむそれ,なんかそ,れそれは分かるはず相手がでも相手が混乱するだけですね何にもコミュニケーションがないとそのもう言われてないことを理解する普通理解しないんですよ同じ文化じゃないとでそういう意味であのまた一つですね自分があのホームの,あの最近勤めてあの日本の契約が あの一つ特徴なのは日本人ってね覚書きってものが大好きなぜ覚書きが好きなのかというとはっきり言わなくていいから <laughs> あ,あと日本語ってあの素晴らしいことであの明確な主語なしでもかなり十分表現ができる言語ですねこれ多分日本のそういう空気読み合ってる文化があって言語学自然こうなったんですねなんか言わなくてもみんなわかるからいいとである意味でまあ英語とかでその前にあった古代ローマラテン語とかってもともとあの 多様文化の対応するための言語をいろんな国の人が使って多分もともとイギリスもなんか鎖国みたいな,なんか大昔のあったんだけどただしそういうあのいろんな文化の接触の中でははっきりしないとダメなところになってこれからもうあのその契約の文化でできたのは誰が何をいつまでにやるかと徹底的に言わないとで英語的には他の言語もその主語は,はっきりしてないとそのなんかあの動詞に意味がないでも日本語でこういうことを曖昧にしやすい。でちょっととそのところから ある意味で違う言語をできると刺激になるんですよ。僕は全部言う,言うべきことを言っているのなのか。これはあるんだけど、覚きの中ではあのなんか何日までになんちゃらされます。<laughs> とかって誰がいつどうするのかとか全然書か,書かずにできますね。契約と普通になんかそういう詳細なもう誰があの徹底するあの文化でもあって、ちょっとそのところで多分普通に日本語で日本において普通するよりも積極的にいろいろ説明することですね。覚えなくちゃいけない。 あのでこれが、まあ、日本語の原因もあるし日本の文化もあってこういうことは自然と多分自然で考えるレベルよりはしないといけないことが多くあ,りあると思います。これさっきのべからずとして一遍これまた当然だけど人放置することというんだけどさっきのです、ね、これがあの、まあ、自分の法律事務所の経験のところから。 あの内部告発とかってたまにそういう調査してで特にまあ自分の仕事は国際日本の会社親会社で海外の死社とかまあ逆の場合があるもあるんだけど特にあの日本の会社が海外の死社を買った時にはあの日本の会社はその海外の死社はまあうまくやってるからこっちは邪魔しなくていい尊敬してるからそのままじゃああなたは大丈夫ですよここは邪魔しないよと言ってて逆にそういう例えばアメリカにあった死社中国にあった死社は その親会社何も言ってこないことがどん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 不安になったんですよ。最終的にもうこの会社潰されるとなんか思い込みになって内部告発して内部告発したら結局日本の会社に聞いたら逆にうまくやってるから何も言う必要ないと思ったら相手がコミュニケーションのなさにはどんどん不安になってまあ逆方向もですねあのまたこれ前職一つあの悪い事例で言うとあの開発には大連に設計書を送って その設計書をたくさん大連に送って100個とかすごいエ、SI、サの件で100個の設計書を大連に送ってじゃあ月末までよろしくとかって送ってで全部文書だけメールと設計書書いたままで送って誰もついてあのフェイスとフェイス説明しないし電話会議もないし送って任せた。 壁の上に投げて,投げて忘れたみたみいな感じで,で当然のことでね次のなんかそデータになったところで初めてなんか戻ってこないんだけど大丈夫ですかって中国人が初めていや正直脇が分からないですとかってで結果としてプロジェクトが遅れるようになってでその日本側の人がいやその中国使えないからとかってあのもうきゅんだけどあのその時も その内部、内部なんでこんな失敗になったんですかって聞いたら、結局、誰も日本から支持というか分かっているかのフォローはなかったんですよ。日本でも日本人同士でもやるようなことは中国に送ったら忘れていいみたいなことを思ったんですね。そういう意味で悪い意味でも、ほっとくことがますますできないんですね。 あの海外だから、もうめんどくさいとかできないとかこっちやることとかって思ってることはいや逆に普通より以上してないといけないだからいい意味でも悪い意味で放置することが本当危険であの気をつけていただきたいで最後に一点ですね米市米からずこれ個人の経験あの初めて日本に来て SAP 当時 IT コンサルあの販売管理のなんかあのまあアブアップの,あのカスタムプログラムとかで あのいろんな田舎の工場の現場でもう一つの工場2年間あの、プリファーブの中にいてあのスリッパとか履いてで、まあ、日本の文化あの、日本語がある程度はできて本当設計書を書きながら実証を使いながら日本語を変にその IT プロジェクトから覚えてたんですよ。でその中で、まあ、いろいろそういう仕事の仕方とかもなるニュージーランドって会社早く出て早く帰るもうあの会社出るの7時半とかって帰るのはもう5時半当然。 で逆にニュージーランドはあの最近あの世界一番よく寝ることを平均値として日本は一番寝ない国 <laughs> なぜか一番寝る国から寝ない国に来て。 でそれがなんか例えば、親には僕は毎日終点で書いてる毎日なんかあの12時あと書いてますよって親聞いてそ,れどどんなそんな状況だったら仕事は絶対できないじゃん仕事やってるとして意味がないじゃんとでこれ文化,文化としては疲れて仕事しちゃいけないニュージーランドは日本はで僕は残念ながら疲れてても仕事できるって気づいて <laughs> したくないけど。<laughs> でも、なんでこれやってんのとかって正直理解できなかった、あの自分の仕事じゃあ潰したから、あのもう頑張って、早く帰りたいが疲れてるから、早くもう今日加速して、完成して、はい、終わったから頑張れ、お先に帰りますって <laughs> やったら、次の日に上司に、仕事はなんか罰みたいな感じでつ、仕事をかっされてあの、もっとしなくちゃいけないんで、これ繰り返しあったら、じゃあ明らかに、まあ半分嫌がらせに関して、もう帰,れ帰,帰,る帰ったら帰ら,せ帰らせられないように。 で、俺、すごい悩んでてあの日系人の友達にこれ理解できない何でみんな,なんかあの帰らない帰らないなんかな何がいいと思ってんの自分の仕事やったらいいじゃんとかって聞いたらその日系人の友達ってすごい日本のとはあの欧米の文化の両方よく分かってて教えてくれたんですよ。あの そのみんなが日本で仕事することは助け合うことが大事だと考えていて、自分が自分の仕事終わったから自分が帰ったって、その上司はそれは自分の配布のミスだと考えるんですね。そして自分が手が空いたら、他の困っている人いたら、当然その人を助けなくちゃいけないから。これはみんなの考え方で、自分が帰ったらそれはわがままで自己中心のことで、それみんな配慮して考えなくちゃいけないから、みんなそういう考え方でいつもそういう毎日終電になっていると。 で僕はあ、正直、これ嫌だけど、でも初めて、あ、まあ、なんとかの竜でもつかむ,掴むもの欲しかったんですよ。僕、その文化さえ知らなかったから、やっと、ああ、だからみんななんかそれ、もうみんな別に嬉しいわけではないけど、でもやんなくちゃいけないねって、確かにそういう理解できたんですね。みんな助け合う、上司のためとか、先輩のためとか、会社のためじゃなくて、あの仲間助け合うためにやってるんですね、みんな。 ただし、結果としては誰も帰れない <laughs> あの。こういうのはあるんですね。でも、あ僕は本当にそういう論理が捕かまれなかったから、言われて本当に嬉しかったんですよ。本当に解,解放感があったんだけど。でも、それで、あの初めてその日本、その周りの価値観が理解できなくて苦しんでたんですよ。まあ、やってたんだけどね、やることを。それであの、はい、解放される、もうやっとなんでこんなに頑張ってるのか分かったと。 それは自分の文化じゃないでもその文化をちょっと配慮して、まあ、それ価値観を配慮して理解することただし友達に言われましたべからず自分の価値観を忘れないことべか、まあ、らずとしては忘れることでべからずこれはあの僕はああなるほどすごい納得できる納得納得って,かって言ったら友達はいやいやいやそれ納得しちゃいだめと変にやっと納得したところではあの これは日本の文化で日本で働く限りはこれ配慮してこういうふうに行動しなくちゃいけないしみんな理解して尊重しなくちゃいけないけどだから自分の身を捨てるわけにはいかないあの自分がまだ自分の価値観があって複数の価値観を持っていいわけそれうう意味であのもちろんあの例えば外国人とか海外転勤とかなった時にはあの日本の要素を捨て,ちゃ捨てなくちゃいけないでその国になんかその入れ替えじゃなくてその国の文化を あの理解する努力してそ配慮して行動してでも同時に自分の価値観をしっかり持ってあのでこれはもう日本でそういう環境で仕事して,もうしてる限りはそれを合わせて理解することだけどでも中では見捨てない本当にあの日本人になろうとしすぎる外国人もたまに言ってて本当になんかこれがいろいろバーンアウトとかあのすごくストレスとかいろいろ結局なるんですよ自分の大事なことは忘れ,て忘れちゃいけない。 あのまあ、例えば自分の感覚、本当、仕事早く帰終わったら帰るべきです。だから、うう疲れてたら寝るべきですと今考えてて、ても20年経って今、マネジャーやって、これ提供している、自分の日本人のチームでも。ただし、もちろん自分があのそういう日本人のやり方、よくある日本のやり方には配慮して、あの必要応じて合わせていると。つまり、これ、異文化交流ですねあの。自分の文化を押し付けるというか、 他人の文化を自分の文化を捨てて、他人の文化を入れることじゃなくて、両方理解して、両方尊重して、適当にあのそれを合わせて導入することだと、まあ、こうやって20年間、日本、なんとか生存してきたのがあのこういう考え方で、まあ、これ、大事ないただいたアドバイスで皆さんもあの自分のとこ,ろところでは適用できればと考えておりまます時間になりりした、はい、ありがとうございます。 とてもよかったですありがとうございます